吉野家で育ってますから、牛丼は吉野家ですよ。吉野家だったら5キロはいけると思いますヤノトールの YouTube。 はい、新日本プレスのヤノトールです。ヤノトールプロデュース、今日も始まりました。今日はですね、何をしていくかというと、もうこのめちゃくちゃ見えてますけど、吉野家のね、こう牛丼です。僕115キロあるんですけど、100キロ超えたプロレスラー、果たしてね、どのぐらい食べれるのかっていうのを、まあ、検証というかチャレンジというか、アマチュアレスリングやってずっと運動やってたんで、食べろ食べろってすごいね、食べさせられた時期もあって、結構食べれると思うんで10個ぐらい余裕だと思いますということで、今からチャレンジしていきます。はい、というわけで早速15個全部食べますから、食べていきたいと思います。今ちょうど2時50分ぐらいなんですよ。これ3時50分までの賞味期限、まあ夏場だから多分賞味期限短め設定なのかちょっと分かんないんですけど、1時間しかないんでバッと食べますから。でこれで調べたんですけど、並盛りが650キロカロリーぐらい、超特盛りっていうのがねこっちにあるんですけど、まあこれ15個食べてその後超特盛り行くんで、超特盛りも3つありますから、これをね1170キロカロリーぐらいだ、まあ約もう倍ですね、ほとんどね。でもまあ並盛り15個やっつけてからやってやりたいと思いますんで、というわけで早速いきます。はい、やっぱこれいいですね、安定の、見てくださいこれ、皆さんご存知安定の吉野家。新日本プレスといえばやっぱり吉野家ですから、僕もやっぱね、実家の近くにも吉野家があって、もう吉野家で育ってますから、牛丼は吉野家ですよ。まさかね、その新日本プレスがもう吉野家さんに応援される日が来るとはね、思いもしませんでした。早速いただきます。うん、美味しいですね、安定感がすごい。玉ねぎもやっぱ美味しいですね。僕ね、二十歳超えるぐらいまではあんまり玉ねぎとかネギ類あんまり好きじゃなかったんですけど、吉野家のおかげで玉ねぎ好きになりましたぐらいこれ本当ですよ、本当に。うん、いや美味しいね。僕もよくね、吉野家さん行くんですけど、超特盛もね食べたことあって、これまで食べる応えがあって美味しいですよね。うん、何なんですかね、これね、この美味しさ。アメリカの吉野家も日本の吉野家とは味は近いんですけど、あの肉の質なんですかね、違うのか分かんないんですけど、その何が違うのかは、またそれも美味しいんですよね。だから僕よくロスに3ヶ月ぐらいに行った時は吉野家ずっと探して行ってましたもんねこれ本当にそのぐらい僕吉野家好きですよ。忖度ではなく、もう忖度なし、これは美味しい。本当に1時間で15個だから4分のペースだよね。いや余裕だなこれ。前にでも岡田と一緒に大食いの企画やったことあるんですよ。ステーキどんぐらい食べれるかみたいな。で2軒行って全部で3キロぐらい食べたんですよ。いや吉野家だったら5キロはいけると思いますはい、1つ目完食です。今4分ぐらいですね。今4分、はい、このペースですね、ずっとね。2つ目いただきます。いや、今日は食べてないですね。朝だけで抜いて、2つ食べても朝昼ですよこれ米だな、問題は多分。なんか作戦ありますか？作戦は、ないこれでもあれですよね、他の肉もらってくるのはいいんですよね、はい、ご飯食べきればね、はい、いや、吉田さん、これ並盛りこんなにご飯入れちゃっていいんですか？いや、でも美味しい。他のはよく吉野家の牛丼食べてますね、海外で。勝負飯してますね。並盛りですか？でも多分、ね、ちょっと多い。多いやつだと思いますけどね。はい。3つ目です。おかしいな。米って結構あれなんですかね。お腹に溜まるのかな。肉は食べれるんですけど、ね、最近食事制限したとかそういうあれも、いやいや全然ないですね。七味とかいいですか？ありがとうございます。紅生姜とやっぱ七味がね足りないなと思ってこれかけちゃうと量が増えるから逃げてたわけじゃないです。ここから皆さんどのぐらい食べれるのかな。普通の男性も3つぐらい食べれるんですかね。そうだおかしいですねおチョコみたいなものだと思ってた何個いけそうですか？今の調子だと。これいけるかなまだ2個半いってないですもんね。そうですね、はい、今冷静に考えたら牛丼を
盛りとか、まあ、超特盛りも食べたことあるんですけど、以上食べたことないっちゃないですよね。だから今だから人生で初めて牛丼で言うとですよ、牛丼の限界を超えて生きてるわけですよ、人生で言うと。で今2個ぐらいが今までの、はい、まあ、牛丼食べた量というか。お肉ないです。お肉はまだまだ。お肉1個もらってきた。ご飯だけ余ってくパターンですね。いや、これも後でちゃんとねいただきますから。完全にペースダウンしてますね。これ20分今買ってますね。そうですね。C さんも結構食べますけど、でもこういうふうに同じものを何個食べれるかとかってのは見たことないんで。早食いでは間違いなく優勝ですね。サービスエリアと早食いは僕はダントツですね。あの優勝しか苦情来るぐらいの。本当に10分、ガチで10分かかってるもんな。食べますね、3個目。まだ全然いけそうなんで、ちょっと超特盛りに行ってみます。すごい大きいな、これ。見てください、これ。肉の量、半端ないっすね。うわぁ、すげえな。1170キロカロリーぐらいあるって言いましたもんね。うん、お肉もうすごい量ですよ。2倍なんてもんじゃないけど、3、4倍入ってるんじゃないですか。お肉と今ネギを一緒に食べたんですけど、そのお肉の噛み応えとネギのこのホロホロっとした感じがすごいマッチして、お肉とネギ一緒に食べるの美味しいですね。ということで、ごちそうさまでした。恥ずかしい。合計何個ですか？合計3個とお肉2切れ。いや、ちょっと待ってください。これおかしいな。10個ぐらい余裕だと思います。いや、吉野家だったら5キロはいけると思います。こんなに食べれないはずなかったんだけど、食べれないですね。すいませんでした。というわけで100キロ超えたプロレスラーは吉野家を、ね、何個食べれるか、結果は3個と。おかしいなと思うんですけど、皆さんご存知の通り味も美味しくて、ほんとほんとこれマジで6個はいけると思ったんですよ。ちょっともう一回これリベンジしなきゃダメですね。胃袋を鍛え直すべきなんですかね、これね。すごい情けない不本意な結果に終わってしまいました。もしこれ吉野家買ってチャレンジするときはですね、3個ずつぐらいから始められるといいかなと個人的には思います。というわけで今日はこの辺で終わりに しますと言いたいところですが、今皆さんにできることはチャンネル登録、サバが作ってチャンネル登録ということで、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ、さよなら。やのとーる3つしか食べれなかった。はい、 OK です。ありがとうございます。いや、ほんと食べれない。